ューワールドシリーズ54キロトーナメント準決勝、大崎和樹 VS 田丸トキ。それではただいまに本日の第13試合、ライズワールドシリーズ2023アンダー54キロトーナメント準決勝 B ブロック3分3ラウンド延長1ラウンドを行います。青コーナー163センチ 53.9キログラム、トライハードジム所属、初代ライズスーパーフライ級並びにライズフライ級王者、たまるトーキー。赤コーナー160センチ 54キログラム、大石ジム所属、第2代ライズスーパーフライ級王者、大崎まとめてくるよ。おいね、さあ、ナイス、フェイントは、フェイント、これ見えてる。
ラスト10秒第1ラウンド終了。
ロキお前ならいけんぞ。お前ラウンド3ファイナルラウンド。それでは集計結果をお知らせいたします。ジャッジ小川30対29、青田丸、ジャッジ大沢29対29、ドロー。ジャッジ和田30対28、たまる。以上2対0の判定を持ちまして、勝者たまるトキ。トキアンナ。勝ちました。まだ今年は4本セットしてもらい、2点トロフィー。
さあこれによりアンダーロスの決勝戦対戦カードが決定いたしました。決勝戦は不満同意ペッティンディーアカデミー選手 VS 玉田トキ選手ということになりました。それではトーナメント準決勝勝者の、お二人、リングに上がっていただきます。さあそれではまずは激闘を制しました玉田トキ選手からお願いします。めっちゃ疲れた、こんにちは、トライハードジムの玉田トキです。今日は皆さん本当にありがとう、応援ありがとうございました。もう今日トライハードジム4人出てもうみんな勝って、もう最後めちゃくちゃプレッシャーで、でも本当にひとまず勝ってほっとしてるのと、この大崎選手にリベンジできたってことは本当に嬉しいです。皆さん本当にありがとうございます。ちょっと暗い話になっちゃうんですけど、実は、前回のペシラー戦が終わった後に、自分のお母さんが亡くなってしまって、で本当にトーナメントを棄権するかすごい迷ったんですけど、まあ、自分自身もそうだしチームのみんなだったり、まあ、僕の家族だったりもうたくさんの人が自分が世界一になることを望んでくれてたんで、やっぱここで勝って絶対世界一になろうと決めて頑張りました。すごい本当に急に大切な人っていなくなっちゃうんで、本当に身近にいる人を大切にして、日頃の感謝を皆さん伝えるようにしてください。で、まあ、必ずこのトーナメント優勝するって決めて、で僕の望んでるクマンドイ選手が勝ってくれたんで、まあ、このクマンドイ選手と決勝最高に盛り上げて必ず僕が世界一になるんで、皆さん注目してください。応援お願いします。あ、で最後に僕絶対もっともっと有名になってスーパースターになるんで、インスタフォローしない人フォローしてください。お願いします。ありがとうございました。さあそして対戦相手となりますクマンドーイペッティンディーアカデミー選手にもトーナメントへ向けての意気込みなどコメントをいただきます。สวัสดีครับผมกุมารดอยครับก็ดีใจที่ตำรวจชนะครับเพราะว่าจะได้ช่วยล้างตาให้เพชรศิลาครับที่รุ่นน้องที่เพิ่งแพ้เขาไปครับはい、こんにちは。フェスシラ、あ、すみません、クマンドイです。自分もタマル選手を勝って本当に嬉しいです。前負けたフェスシラにリベンジできるような本当に嬉しいです。ก็รอบชิงก็ขอให้เต็มที่นะครับไฟนี้ผมก็อยากเอาชนะเหมือนกันครับ決勝戦はもう頑張ってねって自分も頑張るからよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。この両選手による決勝戦、皆さんどうぞご期待ください。今一度盛大な拍手をお願いします。